この作品はあのクジラを保護するという、まあ、キャンペーンのために書かれているわけですけれど、僕はあのいつもその音楽というのは一つの祈りの形式であって、この作品の場合はその失われていくクジラというものに対して、それから自然、失われていく私たちの周囲から失われていく自然というものに対してのそのまあ祈りと言ってもいいです。